カタリナ・デ・エラウソは17世紀前半のスペインを呼び、スペイン領アメリカの反伝説的な人物。修道女中将を意味するラモンハ・アルフェレスと呼ばれた。カタリナはバスク地方の都市サン・セバスティアンに兵士の娘として生まれた。彼女は修道女になることを期待されて修練女となったが正式に修道生願をする直前だった15歳の時、 無知打ち業に耐えられず修道院を脱走した。カタリナは4歳の時に修道院に入って以来、一度も外の世界に出たことはなかった。カタリナは断層して、フランシスコ・デロ・ヨラと名乗り、サンセバスティアンを離れて、バリアドリットへの長い旅に出た。途中でビルバを訪れた際、カタリナは同郷のバスク人の手伝いとして、新大陸へと向かう船の乗組員となった。 彼女は、スペイン領はアメリカに到着すると、今度は、アロンソリアスラミレス・デグスマンと名乗って兵士に、登録した。彼女は何人かの隊長の下で、アラウコ戦争に従軍し、その隊長の中には彼女自身の兄弟もいたが、カタリナは正体を見破られなかった。ある夜、彼女は一人の男を殺した際に、致命傷を負ってしまい、死の床での告白に際して、自分の性別を明かした。 ところが、カタリナは4ヶ月後には、健康を回復してしまい、女性であることがバレてしまった彼女はグアマンガへと移った。さらなるトラブルを避けるため、カタリナは司教に自分の性別を告白した。司教の勧めで彼女は修道院に入り、彼女の反省の物語は海を越えて広まった。1620年、リマダイ司教はカタリナを召喚し接見した。1624年、 彼女はもう一度戦いに参加した後でスペインに戻った。カタリナはローマとその他のイタリア各地を旅行した。この旅では彼女は断層して教皇ウルガヌス発生に越見を許されたほどに大きな評判を得た。カタリナは1645年、ペドロデウルセアを司令官とするヌエバエスパーニャへの艦隊に乗ってスペインを離れた。 ベラクルス州から戦地へ赴く途中、彼女はラバに乗っていた。今回の遠征では、彼女はアントニオデエラウソと名乗っていた。1650年、カタリナはヌエバ・エスパーニャのスエトラクストラで死んだ。フランチェスコ・クレセンジオの描いたカタリナの肖像画は失われたが、1630年にフランシスコ・パチェコの描いた肖像画は現存する。 ペドロデバルレは1626年、ローマのマリオ・シパーノに宛てた手紙の中で、イタリアの薬を送ってくれるよう頼んだ後に、自分が見たというカタリナの用紙について書いている。彼によれば、彼女は背が高く、筋骨隆々の肉体と子供のように、小さい胸を持っていた。カタリナは醜くはないがかなり老け込んでおり、女というより、観覧のように見えた。 彼女は、メメシー宮廷人のような格好をせず、剣を身につけて、スペイン男性の格好をして、兵士らしかった。1625年、フアンペレスデ・モンタルバンは、カタリナの評判を当て込んで、修道女中将の有名な喜劇という劇を執筆した。本物かどうか、かなり疑わしいカタリナの自伝は1626年から、出版されており、 現在に残るその最も古い原稿は1794年の版である。1838年版は現在オンラインで見ることができる。彼女は多くの小説の題材となった。エミリオ・ゴメス・ムーリエルはカタリナの生涯を描いた映画を制作し、マリア・フェリックスが男装の女兵士エラウソを演じた。1987年に制作された同様の映画では、 エスペランサロイが主演を務めた。ゲーム、大航海時代シリーズの一つ、大航海時代2には、カタリナをモデルにした、カタリーナ・エランツォという人物が登場する。ただし、名前と海軍軍人であること以外には、本物のカタリナと共通の要素はない。ゲームの中の彼女は性を偽装していないし、復讐のために海賊となるのである。 15世紀から17世紀までの史実の人物が公開史になる大公開時代 V ではカタリーナ・デ・エラウソがカタリーナ・エランツとは別人として登場している。カタリーナはキム・マクニーの短編氷と太陽の地に主人公として描かれた。この物語はエリック・フリントの歴史改編小説1632シリーズの第11巻の中に取り入れられた。 ありがとうございます。